皆さんこんにちは。今日一日よろしくお願いいたします。自己紹介は少し後でさせていただきますので、私が働きています、兵庫県の北部にですね、豊川病院というところがありまして、そこの、ちょっと救急医療だけなんですけどね、少し紹介ビデオを見ていただいて、それからお話に入っていただきますので、少し5分間ぐらい、ぼーっと、こんなんかと思いながら見てください。じゃあお願いいたします。眠れないよ、もう何も気にするの。
うちの、救急にまあ、ドクターヘリがずっとおるんですけど、まあ、2011年からですね、出動開始日本一ということで、情熱大陸なんかにも特集されたりして、割と兵庫県北部日本海側のですね、救急を、まあ、一手に一丸になっているというような、病院です。で、今日、皆さんにお話しさせていただきますのが、医療の危機と看護職員の取り組みということで、ちょっと固い表題になってますけども、まあ、ぜひ看護職員、持っていた看護師のですね、まあ、職場ってどんなもんなんだっていうあたりを少し知っていただきながらですね、まあ、医療について、まあ、自治労が取り組んでいることだとかですね、ちょっと皆さんに知っていただきたいっていうことをですね、今からお話をさせていただきます。改めまして、私兵庫県の、豊岡市っていうところの豊岡病院からですね、今日来させていただきました松井と申します。職種は看護師です。どうかよろしくお願いいたします。自治労の、病院部隊というかですね、病院の集まりの中では主に精神問題をですね、担当させていただいていて、まあ、精神の問題 の、 リーダーとかってこう書いてありますけども、豊岡病院の自分の病院に帰って、まあ、労働組合で職長ということで、交渉のですね、まあ、窓口、をですね、いろいろとさせていただいているというところです。で、少しうちの、豊岡でじゃあどこやねんってっていうことですけども、豊岡の兵庫県のですね、本当に日本海はここです。ここの赤い、ここがピコピコしているのが東京なんで、まあ、ここからそうですね、電車を乗り継いで7時間もしくは約8時間くらい、結構遠いです。東京、実は東京を中心にしたら日本で一番遠いところでですね、一つかなっていうぐらい非常に交通の便の悪いところです。で、まあ、ここで、うちの病院がですね、まあ、この日本海側、大体京都から兵庫、鳥取、この辺のですね、救急医療をですね、まあ、担っているというような病院ですね。で、少しだけうちの豊岡病院、豊岡病院組合という聞き方をしてさせていただきましたけども、うちは2つの市、豊岡市っていうところと朝来市っていうところがですね、2つの自治体がお金を出して、設置運営をしている病院です。なので豊岡病院組合というですね、正式名で、正式名称はですね、豊岡病院組合ということですけども、今日はその中の、豊岡病院のお話を、主にさせていただきます。で、2つの市が、出資して、5つの病院を今、運営をしてますね。で、大体ベッドが900ぐらいあります。で、500の病院、これ大きい病院です。うちの豊岡病院ですね。で、150、150、50、50ということで、この、まあ、5つの病院を、運営してますね。で、2010年から、ヘリコプターがですね、常駐です。今はドクターカーも、常駐して、ほぼ、24時間救急があればですね、1分1秒でも早くドクターが駆けつけて、助かる命は助けるんだと、それから、絶対諦めないっていうことをですね、まあ、合言葉にですね、救急医療に当たっているということで、まあ、初め今産婦健合同で、共同出資ということでドクターヘリが来ましたけど、今は関西広域連合の方に全部移管されまして、まあ、主にですね、日本海側のですね、救急医療になっているということで、まあ、先ほども言いました、ずっと日本一の出動回数を誇ってますね。なんで出動回数が多いかって言ったら、各地同時要請ということで、うちの地域に関しては救急隊もですね、消防隊の方もですね、非常にトレーニングされてまして、キーワードに引っかかってこれ危ないとかこれダメだなっていうキーワードがちゃんとドクターが指定してます。各消防署に配ってて、でそのキーワードに引っかかったらとにかく出るんです。で、ドクターが必要であろうが必要でなかろうが、とにかく現場まで行く。で、現場まで行ってドクターが必要なかったら、そのままヘリコプターなりドクターカーからで帰ってきます。とにかく現場に行く、1分1秒でも早く患者さんのもとに、患者さんのもとに行くっていうことをですね、一番うちの救急の売りにしてますので、必然的にですね、まあ、出動回数もですね、非常に増えていくということで、まあ、今日本一になってますね。はい。で、それで、まあ、これがドクターカーとドクターヘリちょっと並べて撮った写真ですけども、まあ、ヘリは夜間飛べませんので、夜間飛べないところだとか、それから天候の悪い日飛べませんから、飛べない日はですね、ドクターカーが、そして夜間はですね、まあ、これにお医者さんが乗って、もうどこでも駆けつけるということで、頑張っていますね。で、ちょうど病院からヘリが降りてくるという写真撮って、まあ、先ほど動画もありましたけど、まあ、こんな感じで、まあ、ここちょうどヘリポートなんですけども、ヘリポートに降りてくるということで、
まあ、こんな感じで毎日たまにヘリコプター見ると珍しかったんですけども、こう毎日ブン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 飛ぶとですね、あんまり珍しくなくなったんですけども、まあ、本当にこんな感じで毎日、救急、うち、まあ、救急が結構売りでやってますので、救急でこういう感じでよく、病院の周りをヘリコプターが飛び交っているというような病院ですね。はい、で私たち公立豊岡病院組合、いわゆる自治体病院、公立病院ですね。で、まあ、うちが、まあ、これ公立病院全体の役割でもあるんですけども、ただまあ、うちの、豊岡病院の役割として、まあ、何が考えれるのかなと思って少し豊岡病院、要するに公立病院の役割ということで少しお話をさせていただきます。公共の福祉の増進のためにですね、一般医療、まあ、普通にきちんとした医療を提供しますけども、それに加えて不採算な医療、いわゆるやってもそんなにそのいいかな、収支が合わない、でも、患者さんにとって、それから住民にとって、市民にとってですね、必要な医療はきちんと提供していこうよということで、市民の方、それから住民の方のですね、福祉、要するに福この公共の福祉というのを病院で例えれば、医療、公共の医療をですね、きちんと提供していこうよというのがですね、一つの役割だということ。例えば、まあ、救急もそうですし、あと精神医療なんかもですね、割と不採算だって言われてますけども、まあ、きちんとそこは提供していこうということ、そういう役割を持っています。それから、あと、どうしても病院ということになれば、経営ということもですね、非常にやっぱり重視しなければならない。経営なくしてはですね、病院が倒れてしまうということで、すごい経営面もですね、非常に注意は払いますけども、ただやはり公立病院ですので、あまり採算性、要するに利益がなかっても、上がらへん利益がなかってもですね、市民の方、住民の方の健康の保持増進につながること、命の助けるという意味で採算が低かってもですね、きちんとそこは提供していこうよということがですね、それが一つ、もう一つ役割があるのかなと思ってここに書かせていただきました。それとこれは実は私が、最近現場で職場で、お医者さんからですね言われましたね。まあそうだなと思って今日改めてここに書かせていただいてますけども、どうしても病院って長く入院すればですね、儲からないシステムになってきてますので、どんどんと必要な治療だけが終わったら短期間で退院してなってよく言われます。で、まあ、高齢者の方なんてね、行き先すっげえ困っちゃって、どこに行ったらいいんですかって言って本当に困って相談を受けることがあるんですけども、若いドクターが言っておられました。本当にこの人のために、この患者さんのために、もうちょっとだけうちの豊岡病院で入院させてあげたいって思った時に、でそう思った時に、そこを、まあ、あんまり早く退院させてください、経営面でも少し儲けが悪くなるんで、早く退院させてくださいってせっつかれない、そこはやっぱりこう民間病院と、いわゆる民間病院とですね、大きく違って、そこはやっぱり公立病院が公立病院のいいとこですね。そしてやっぱり私たち医者にとってもですね、やりたい、この人に対して提供したいって思う医療をですね、やっぱり本当に提供しやすい病院だなっていうことをですね言われました。僕はすごくどういうかな、共鳴しましたね。あ、そうだなと思って、やっぱり僕たちも僕看護師なので、この患者さんにこういう看護を提供したいって思いながらですね、いつも、患者さんと接しているんですけども、ただやっぱりいろいろな、ご家族の状況だとか、それから、まあ、その早く退院させなければっていうようなですね、こう追い込まれていくような状況だとか、それから、まあ、経済的な状況なんかも含めて、非常にやっぱりそこはジレンマがあるんだけども、でもやっぱりこう医療をこの患者さんのために、こんな医療が、こんな看護が提供したいっていうところを割と自由に提供していけるっていうのがですね、まあ、公立病院なのかな、それから、まあ、うちの豊岡病院 の, 役割なのかなっていうことで、まあ、皆さんに今お伝えしているところです。本当に若いドクターがですね、
自分のやりたいことをきちんと患者さんに提供したいって言って言ってくれたこと、豊川病院の役割としてもそうだなって思うけども、そのお医者さんにとってもですね、やっぱりすごい患者さんのこと、患者さんのことをですね考えてくれているお医者さんだなと思って、改めて嬉しく思いましたね。まあ、そういうエピソードも含めて、まあ、公立病院の役割ということで少しお伝えをしました。はい、本日の進め方ですけども、看護師、看護職場、特にですね、看護職場というところをですね、クローズアップしてお話をさせていただきます。で、まあ、看護師のイメージなり看護職場のこと、それから、まあ、看護職場の実態ですね、現実と、それから、まあ、今私たちが自治労として、看護問題にですね取り組んできていることをですねお知らせをして、お話を進めていきたいと思っております。はい、少し皆さん考えてみてくださいね。女子小学生のですね、職業、なりたい職業のですね第5位がですね2012年ですけども、看護師でしたね。昔から看護師って、看護師って女子小学生のなりたい職業の上位にランクしてるんですよね。で、でまあ、皆さんどういうイメージ持ってあるかなと思って、まあ、自分で看護師のイメージをですね、思い当たってみてくださいね。まあ、白衣を着てバリバリ頑張ってはるのかな、かっこいいかなとか、看護師さんってやっぱり優しかったよな、まあ、自分が接してみて優しかったよなとかっていうことで、まあ、こう実はって書いてあるんですけども、実はですよ、実は看護師ってあまり優しくないですよね。今からまたお話しますけども、忙しすぎて大変すぎて実は優しくなれないっていうですね、まあ、実は現実もあるって。で本当に患者さんのために優しく看護を患者さんと触れ合っていきたい、関わっていきたいと思ってるんだけども、なかなかそうはできない現実もあるんだよっていうことをですね、今からお話をします。で、まあ、皆さんが今まで、看護師に対するですねイメージはどのようなものを思い描いてたのか、もっと言ったら皆さんが悪いイメージがあったらごめんなさいね、悪いイメージを持ってある人はごめんなさいだけども、いいイメージを持ってくれた方にとってはですね、まあ、私たちもそのイメージに向かって、近づいていこうということで、自治労もですね看護問題をずっと長い間取り組んでいるということです。でもっと言ったら本当にとっても優しいんかって言ったら本当にとっても優しいですね看護師さんをですね世にあふれさせたいと思って今頑張っているところですね。でこれがネットから引っ張りました、2013年日本フィナンシャルプランナーズ協会さんが作った、ここでも、教師と、看護師で同列4位だったんですよね。これを見てうちの看護部長が何を言ったかといったら4位に下がったっていう言い方しましたね。昔は実を言うと1番2番ぐらいだったんですよね。それが、4位まで下がったっていうことで、もうぜひ、看護職場をですね、働きやすく、ね、患者さんのために良質で安全な看護を提供できるため頑張ろうねって言って、うちの看護部長からもですね昨日言われて今日ここに来させてもらってますけども、いや本当に結構人気が高い、女子小学生にとってはですね将来になりたい職業にとってですね非常に人気が高いっていうのはですね今でもある。だから人気が高いからこそ、それに応えるだけのですねいい職場を作っていきたいなっていうのがですね私たちの、今自治労で頑張っているところですね。でちょっと外れますけども、看護という仕事、こんなところにもこんな時でも医療や看護を覚えてますよということで、少しちょっと外れますけども、これはぜひこれいろんな方にもう看護学生とかもいろんな人にお話しさせてもらうときにこれだけは僕今伝えてますね。これが、4月の宮城県の七ヶ浜町っていうところのですね4月の終わりのですね状況です。津波が来てそのままでした。でそのままの状況でしたね。でこれが、石巻市内です。これも震災から1ヶ月以上経った後の状況でした。で私も震災のですねお手伝いに行かせていただいたんですけども、この時に、この時もですねこんな状況でも医療は動いてました、看護は動いてました。何もなかったです。医療器具も何もない、血圧計一つない、でも患者さんのそばに寄ってずっと大丈夫や
頑張ろうねって言って安心感を与えていったっていうですね、本当に初めて、僕も看護師になって長かったですけど、長くなってますけども、初めてやっぱり何にもなくても看護でできるんだなって、医療器具一つなかったもですね、患者さんのそばに寄り添うっていうことがですね、本当に原点に帰らせてもらった。本当にちょっと言葉は失礼なんですよ、本当に被災して大変な方を前にしてなんですけども、改めて本当に看護って大切なんだなっていうことをですね、この被災地で私改めて思い知らされたことをですね、ずっとお伝えをしています。で、実は2004年にこれ前のうちの病建て替わって移転する前の病院なんですけども、2004年にですね、台風23号で、病院がですね浸水しました。で、この時もそうだったんですよね。で、この時のことをですね、時も思い出しましたけど、この時も電気が落ち、全てライフラインが止まってしまい、してもずっと患者さんのそばに居続けた。頑張ろうねって、心配ないからねっていうことで、一晩夜を明か、患者さんと夜を明かしたのを僕も思い出しましたけども、本当にこの時もそうでしたし、震災の時もそうでしたけども、本当に何もなくっても看護ってできるんだなって、本当に患者さんのそばに寄り添うって、ただいるだけなんですよ。ただいるだけなんだけども、ただ一緒にいる、ただ同じ空間にを共有するっていうことがこんなに大切であり、こんなに患者さんにとって安心感を与えるんだなということですね。この年になってですけども、改めて感じた出来事でしたね。ということで、看護職場の本題に戻りまして、看護職場の、というか看護師の現実ということで少しお話をさせていただきます。一つは看護師の労働は昔から過酷なんです。今取り立てて過酷ではなくて、実は昔から過酷だったと。で、ただ、っていうのが大前提にあって、で、いろいろなこと言われますね。自分の時間が持てないとか、やっぱり家庭内で、看護師ってやっぱり圧倒的女性の方が多いですので、女性職場です。で、やはり家庭内での役割が果たせないだとかですね、自分の時間が持てない。本当に友達とも遊び行けない。それとやっぱり交代制勤務してますから、どうしてもお昼間を追って夜働く。それから、ウィークで休んで土日働くっていうような勤務パターン結構ありますので、誰も遊んでくれないんですよね。誰も遊んでくれない。本当に、月曜日火曜日のお昼に、誰か遊んでって電話しても誰も遊んでくれない。なんでかって言ったら誰も仕事してますからね、誰も遊んでくれないっていうようなことで、本当に自分の時間がないとか、友達と遊べないだとか、いっぱいやっぱり自分言われますね。それと時代とともにですね、医療がすごく、高度先進化してますね。で、複雑化もしてますので、そこにやはりついていけない。ずっと看護師になっても勉強し続けなあかん、研修し続けなあかんということで疲れていってしまうだとかですね、それからということで、求められる看護の量と質もですね、高まっている。それになかなかついていけない。それから夜勤労働が大変だということで、夜勤問題はですね、もう少し後でも触れますけども、夜勤労働の軽減が図れないということで、図れないところが悪化していってるんじゃないかっていうような状況の中でですね、非常にストレスが増加していく。で、疲れて職場を去っていくという看護師がですね、実は多いという状況です。それから医療事故、医療過誤、看護ミスへの訴訟の増加だとか、それから患者さんから結構多いんですけども、暴言だとか暴力だとか、それから本当に言われなきクレーム、これも現場の看護師、もっと言えばですね、現場の医療従事者をですね、疲れさせていってしまっているという現実もあります。僕、一つ言われなきクレームということで言えばですね、全然知らない、もう遠くにおった人なんですよ。僕が笑ってたって言ってくれる。なんで笑うんだって。僕がその患者さんしんどかったんですよね。確かにそうです。しんどくって病院に来てった。病院に来て入ってきた時に看護師が笑ってたって。なんで俺がしんどい時に笑うんだってって、すっごい怒られたことあるんですよね。って思ったんだけども、でもそこはすいませんねって言って、一緒に診察しましょうつって。相手の立場に立てばね、しんどい時に笑ってるやつ見たら腹が立つ。でも、遠くの方から僕が笑ってたって怒られた時には、ちょっと僕も、と思ったけども、そこは言い返すつもりもなかったですし、きちんと対応させていただきましたけども、本当に、なんでっていうようなクレームって多いです。
びっくりするようなクレームも多いですね。笑ったって怒られたって初めてですけどね、本当に。そんなことも含めて、まあ、言われなきゃクレームなんかもですね、医療関係者はですね、非常に疲れさせていってしまっているっていうような現状もあります。はい、同じことを、まあ、書いてますけども、まあ、あと始業時間前から、だいたい8時半から私たちも仕事ですけども、僕だいたい7時半ぐらいには仕事場に入ってごそごそしています。準備をしています。本当にもう病院入った瞬間からもう仕事してますね。それから、お昼休憩だとかですね、もう非常に十分に取れてません。それからあと夜勤を、日勤、すいません、平均で大体毎日 2,3 時間のですね、超過勤務、要するに残業もですね、ざらにあります。そんな中で、夜勤が終わって、一晩頑張って仕事終わった後、ほっとする間もなく残業して帰るというようなですね、状況だとか、それから勤務時間内に終わる業務量ではないっていうのがですね、すごく業務が多いに加えて、緊急のですね、緊急のですね、緊急的な業務も多いとかですね、まあ、当然ご家族の方にも負担をかけてしまう、まあ、先ほど言った自分の時間が持てないとかでですね、まあ、非常にみんなが疲れていってしまうと。で、3交代っていうのをですね、大体大きくやってます。で、これが日勤ですね、朝から夕方で、順夜、夕方から夜中で、深夜が夜中から朝まで、大体この日勤と深夜っていうのがセットですね。なので朝出ます、今日夕方帰りました、そしたら大体また0時半から出勤します、0時半から仕事して、あ、明日の朝までと、こういうのパターンが多いですね。日勤して夜勤して、で朝帰って次の日の夕方からまた夜勤する、こういうのパターンがですね、周りと多いんですけども、5時が8時まで残業して、やっとクタクタになって帰ったら次また0時半から仕事せなあかんと。だから要するに勤務と勤務の間がですね、非常に短い、その中で非常なやっぱり緊張感とストレスを感じながら仕事をしている、でやっぱり疲れていってしまっているっていうのがですね、まあ、看護現場の現状なんですね。で、看護師不足はなぜ起こったかっていうことなんですけども、まあ、少子高齢化で、まあ、労働人口自体がですね、少なくなっている、少なくなっている、そしてやっぱきつい労働と不規則な、勤務条件、勤務状況、それからいろいろなライフステージで両立ができないんですね。まあ、さっき言ったお友達と遊べない、でお友達が遊んでる時に自分働いてるんですよ。夜飲み行こう、遊び行こうって言った時に夜勤してるんですよね、若い子たちはね。でやっぱり結婚されてお子さんもできてって言って言ったら、やっぱその母としてだとか親としてっていうですね、ところでやっぱり役割がなかなかできにくい。本当にご家族のですね、協力がないと看護師ってね、なかなか続けられないなっていう、僕はちょっと個人的な印象を持っているんですけども、それからもう一つはまあ、僕ももうそろそろ50になるんですけども、親を見なあかん、まあ、自分の親をですね、まあ、介護していかなあかんだとか、親の面倒をですね、見ていく、そこでもやっぱり見にくいですよね。親を面倒見れないっていうようなですね、ことで本当に親の介護のために職を去っていくっていうようなこともあったりして、いろいろなライフステージで両立ができない。それと今の診療報酬の上の話なんですが、看護師をですね、よーく集めた、たくさん集めた病院ほど収入がきちんと担保される、儲かる仕組みになってるんです。なので、大都会だ、都市部だですね、都市部、兵庫で言ったら神戸市なんかっていうのは割と看護師が集まっています。だけど私たちみたいに日本海側のですね、本当に田舎ではですね、なかなか看護師が集まっていない。で、都市部やですね、大規模な病院はですね、看護師が集まる。で、まあ、ここに労働条件の良い病院へって書きましたけども、人がたくさん集まってきたら労働条件で良くなるんですよ、ね、人が集まってきたら労働条件って必然的に良くしていこうという思えば人が集まってくるということで、労働条件の良い病院へ、まあ、当然イコール人が集まっている病院へですね、まあ、流れていってしまうということで、まあ、地域、特に田舎の方ですね、都市部以外のところで看護師がですね、まあ、このままではいなくなってしまうんじゃないかという危惧さえ、というかもうすでにいなくなっていってますっていうぐらい、やっぱり看護師不足がですね、危機的な状況になっているという状況です。先ほども言いました、看護師不足はなぜ起こったのかっていうことですけども、
で夜勤が異常とか、すいませんそれと言い忘れました、これを絶対言っとかなかったですね。で、あの看護師がですね必ず言いますね、夜勤ってしんどいって言います。夜勤ってしんどいですよ、夜勤ってしんどい、でもしんどい、これがだんだんと年数を重ねれば怖いになってくるんですよね。で本当に怖い仕事ってどんな仕事やねんって感じなんだけども、本当に怖いって言いますね。夜勤入ることも怖いし、自分が本当に患者さんに対して失敗をしてしまうんじゃないか、ミスをしてしまうんじゃないかっていう怖さもあるし、だからもうずっとその休む間もなく夜中ずっと働いている状況がやっぱ怖いっていう、しんどいから怖いに変わっていく。でやっぱ怖いって言ってみんなやっぱりやめていきますね。それっていうぐらい看護職場ってですね、実は特に夜勤労働ってしんどいんだよっていうことをですね、今お話をさせていただいています。で先ほど言いましたことをもう少しさっとまとめたらこんなんですね。サービス残業が当たり前だとか、仕事の責任が重いだとか、だからまあ家庭と仕事の両立が難しいとか、よくこういうのはよく言われますね。それと、割と労働基準、割とあの医療職場って、労働基準法から逸脱してますね。やっぱり、患者さんが来たら患者さんのためにちゃんとベストを尽くすっていうことでトレーニングをされて、皆さん医療現場に立ってますので、割と労働基準法というところからですね、はちょっと逸脱したところが多いです。それとあとはやっぱり専門性のが高いがゆえにですね、自己犠牲は全く問わない。患者さんのためならって言って何十時間でもですね、ずっと病院に居続けるドクターもおれば看護師もおります。はい、私も、民間病院に寄った頃ですね、3泊4日で夜勤したことありますね。木曜日の朝に行ってきますって家を出て、本当にずーっと病院に寄って、ただいまって帰ったら日曜日の朝だったか昼だったということで、3泊4日で帰った。まあ、人も少なかったんですけども、でもまあ忙しかったしと思って、まあ帰らんでもな大丈夫や、お風呂シャワーも病院に入ったらええやと思って、ご飯も病院で食べたらええやと思ったら、本当に3泊4日病院におったこともありますけども、本当に自己犠牲を厭わないのはですね、医療従事者ですね。であまりにも看護師がですね、いなくなってくるということで、今日また資料にも入れてますけども、看護師のですね、紹介業がですね、まあ、実に250億円市場になってきたということで、巨大産業になってきてるんですよね。うん、で本当に次のことに書いてありますけども、もう本当にビジネスになってますっていうぐらい人がいません。うん、ゆっくり後で読んでおいてくださいね。でまあ、ここにも診療報酬改定で白線をかけたというけども、本当に期間が来たらすぐトン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 飛ばしていきます。看護師さん今日今週ここに派遣しといたら、で紹介料だけ病院からもらって、業者はねまたこっちに紹介するっていう感じで、本当に250億円市場までですね、成長していった。ある意味成長産業なんですけども、実はこれで本当に医療が担保できるのかっていったら、僕は担保できんやろなと思ってますし、本当にこれで良質で安全な医療なり看護が提供できるのかなって思って、僕はできないと思ってますけども、でそれぐらい本当にこんな派遣業がですね、産業として市場、こんなたくさんの市場ができるぐらいのですね、看護師不足の状況をですね、実は招いてる。これ今年の1月6日のですね、朝日新聞が報道したやつですね。はい、でまあ、私も看護師ですけども、妻も看護師です。で少し我が家の現実、我が家の状況、これ我が家の真実です。これをちょっとお話しさせてもらいます。今日は撮影していただいてますけど、ここだけ止めてほしいぐらいなんですけど、ね、実を言いますね。我が家の妻もですね、26年目今年、看護師です。3交代をしています。で妻は、病棟で3交代勤務で、夜勤の日はですね限界体制です。で何が限界体制なんだって言ったら、とにかくお母さんを怒らせない。朝から怒ってるんですよ。今夜夜勤やってな。夕方まで仕事して、で、夜帰ってきて少し仮眠をして、で、11時半、23時半ぐらいから出ていくんですよ。で夕方5時、6時から7時ぐらいの間に帰ってくる。で、ご飯食べる。で、お風呂入る。早く寝てください。それまでの間に怒らせない。これが鉄則です。で小学校5年の子なんてもう賢いですね。喋りません。もう知らんふりしてます。もう黙々と何かやってます。何かやってるって多分遊んでるんですけどね、でもお母さんに見つからないように、
で、怒らせないということで、こっちが怒らせないように怒らせないように丁寧に接してるんですけども、でも怒ります。なんでか、向こうから喧嘩を打ってくるで、 朝からずっと怒ってるよ。今日夜勤で、今日夜勤で、今日夜勤でって、ものすごく緊張感なんですよね。ものすごい緊張の中で仕事してるんだなっていう、ありありとしたあの思いは、まあ私も参考でずっとやってきましたからよう分かるんだけども、でも子供にとってはもうたまったもんじゃないんですね。もう喋れないんですよ、怖くて、でとにかく怒らせない。それからせっせと自分が食べたものは自分片付ける、せっせと家事をこなしていく。それとお母さんがぼちぼち出るなっていう時間にはですね、自分の部屋に待機をして絶対出てきません。で私もこれ自室で寝たふりしてます。そしたら次の朝帰ってきたら何言われるかといったら、自分が出ていくとき、私が出ていくときにお前がおれへんなんだ、起きてへんなんだって怒られます。それから、行ってらっしゃいって言って見送りするときも、これから偉いのにブツ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 と言って文句言って怒られます。何しても怒られるんですっていうぐらい非常に緊張して仕事についている。本当にもう我が家の現実としてはですね、夜勤が入る前のですね、看護師の心境って本当に緊張してしんどい思いしながらですね入っているっていう、まあちょっとすいません、うちの状況ですけど。でちょっと皆さんに質問ですけども、これは何の数字か分かりますか。パッと見て分かる。これだけ出してね、分かりますかって言ってね、分かりますって言った方がですね、ちょっとおかしいかなと思うんですけど、これ実はですね、こんなこと、うちの整形外科病棟の20代男性の男性看護師の、勤務中のですね、万歩計一遍つけさせました、今年。2月にですね、まあ、この子ずっと万歩計つけてるんだけど、一回きちんと測ろうよって言って、朝8時半から大体、残業がですね、2時間ぐらいなんで、19時ぐらいまでかな、10時間ぐらい働いてるんですけども、大体、これ日勤、朝の時間ですね、朝の時間、あ、ごめんなさい、朝から夕方までの、が、2月の25日がですね、8714歩でした。で、2月の26日がですね、この日は日勤で、1万飛んで116歩、まあ、ここのちょっと1300歩の違いはですね、何かといったら、火曜日は整形外科もですね、手術がない日、オペ日じゃないので割とゆったりしてる。でゆったりしてるんでちょっと1300歩ぐらいですね、少なかったのかなっていう。でやっぱり注目してほしいのは深夜勤ですね、0時30分から朝までの、ね、本来患者さんも寝てる時間なんですよ。寝てる時間なんだけど、実は1万2000歩歩いてるんですよね。で、これを何を意味してるのか。で、純夜、次の日まで飛んで、28日の純夜の日は、これは夕方から夜12時、1時までの勤務で、11,361 歩、こんだけ歩いてるんですよ。非常に歩いてる。で、何が歩いてるのか、なんでかって言ったら、日勤はまあ、たくさんの人がおって、いろんな業務がわーっとあるんで、まあ、これぐらいは出るんです。大体、病棟看護師で大体1日1万歩って言われてますけども、でもやっぱり夜勤がしんどい偉いっていうところを、まあ、万歩計で表してみるとここなんですよね。本来夜中は患者さんも寝てるはずなんです。寝てるはずなのにずっとナースコールで呼ばれて患者さんの元に行くまで、持っていた病棟の業務するまで、本来患者さんが寝とったらこっちもあまり動かんでええはずなのに、実は患者さんも24時間、寝てないね、いろいろと呼ばれる、特に整形外科病棟ですからトイレだとかですね、だから少し体を動かしてとかバンバン呼ばれる、一晩中呼ばれる。で万歩計で見てみるとですね、実は日中にですね働いている歩数より多い。それともう一つはこの日中の1万歩っていうのは、日中にはたくさん看護師がいます。ただ夜勤帯には看護師3人しかいません。3人で50数人のですね患者さんを見ている。だからそれだけでも大変な状況なのに加えて、やっぱり特段 夜間動いているということがですね、非常にやっぱり辛い、夜勤が辛いっていうことのですね一つの指標になるのかなと思って今日ちょっとここに出させていただきました。それと健康のために1日1万歩以上歩きましょうとかってよく言われますけども、本当健康なんかなっていう感じなんですよね。ほら景色を見ながら美味しい空気を吸いながら1万歩歩いたら本当に健康なんだなと思いますけども、
本当必死で、これ歩いてるだけですからね。あとここ歩いた後に何をやってるかっていったら患者さんと関わってますから、1万2000歩プラス患者さんとの関わりということでいけばですね、非常にやっぱしんどい。特に夜勤がですね、夜勤の密度、労働密度がですね、非常に高くなっているという状況がですね、まあ、ありありと分かる数字なのかなと思ってますね。で、果たして本当に、1日1万歩歩きましょう、みんな1日1万歩以上歩いてるんですよ。で、みんな健康なんかなっていう話なんですけども、実は割と健康ではないんですよね。これ43歳男性看護師の事例ということで、まあ、山形県のですね、43歳男性、ちょっと一瞬だけこう指が、この山形県のですね、43歳男性の指だけ映ってますけども、この山形、43歳男性のですね、男性看護師ですね。で、今、まあ、一番やっぱりね、働き盛りです。彼が夜勤に入る前に必ずやることがあります。足つり薬ですね、コルムケアというですね、足つり薬をですね、必ず飲んで仕事に入ります。夜勤に入る前に、夜勤にこれを飲まずに入ったら必ず夜勤中に足がつるそうです。で、そんなあんただけちゃうんって言ってこれを少し調べてみると、たくさんの看護師が飲んでました。いろいろ、まあ、あの薬はこれだけちゃいますよ、これだけ違いますけども、あ、ここに書いてありますけども、割と飲まれてるのが、あとアミノバイタルね、味の素が出しているアミノバイタルも非常によく効くということで、あのカリウムだとかですよ、要するに電解質補正をきちんとやって、夜勤に臨まないと、夜勤中に足がつって動けなくなるというんですよね。これ本当、これ現実なんですよね。で、これを聞いてからうちの病院でも本当に、いろんな人にちょっと聞いてみると、結構、飲んでることがですね判明しきたというっていうぐらい、やっぱりその健康ではないんですよね、夜勤労働っていうのが。で、実はこういう現実もあるんですけども、夜勤労働そのものがですね、実はリスクが高いんだということで、さまざまな、方が研究されてますけども、これは労働科学研究所の佐々木司先生がですね、書いておられますが、夜勤労働のですね、これは看護師だけではないですよ、夜勤労働なんで、これはコンビニの店員の方もそうですし、それから製造業の夜勤の方なんかもそうなんですけども、夜勤労働に関しては、短期的な問題としては、感情障害、それから、中期的には循環器障害、それから、長期的にはですね、乳がんの発生リスクが非常に高くなるということで、言われてますね。で、確かに、私も感情障害とですね、循環器障害というのは非常に思い当たります。これは非常に思い当たりますね、多いです本当に、っていうぐらい、夜勤夜働くっていうことがですね、健康に対してすごくリスクがある、リスクを及ぼすんだっていうことをですね、ちょっとお知らせを、してみますね。で、実際にこれ村上優子さん、当時25歳の方がですね、亡くなられました。これザールって SAI というのはこれくも膜下出血ですね。この方も経験が4年目だかな、5年目の、方でしたけども、この方もその循環器の障害として、その、脳血管障害で亡くなられました。これ労災認定もされましたし、それから高橋愛さん、この方は当時24歳ですね。この方も致死性の頻脈、不整脈ということで、この方も循環障害で亡くなられました。で、これは決してですね、珍しい話ではないし、ここでやっぱり注目してほしいのは、高橋さんも、それから、村上さんもですね、若いんですよ、24歳25歳。本当に人生で一番楽しくって、もう寝なくても遊べる時代ですよね。皆さんも寝なくても遊べるでしょう。もうね、徹夜でも遊べる本当に年代で、もう楽しくって一番元気があって一番楽しい時期だろうなっていう時にですね、寝ずに仕事をしてですね、亡くなっていったっていうぐらい、不幸にしてですね、亡くなってしまったっていうぐらいですね、夜勤労働っていうのは過酷であるし、非常にリスクが高いんだということをですね、知っておいてほしいなっていうことですね。だからこそこういう労働災害をですね、なくすために、夜勤労働の軽減だとか、看護師のですね、働き方の、改善っていうことをですね、自治労としてずっと取り組んできているっていうことなんです。
で、まあ、自治労の、取り組みということで、まあ、いつでもどこでも誰でも安心して、暮らせるまちづくり、病院づくりということで、この間、これを合言葉にですね、頑張ってきました。やはり労働条件として、労働組合としては、労働条件の改善、当然働きやすい職場で、働きやすい職場を作る、イコールですね、イコール安全で良質な医療の提供、安全で良質な看護の提供をしていきたいということで、日々活動を続けているということが、私たち自治労の衛生医療評議会、自治労のですね、病院部隊のですね、運動の活動のですね、柱になっていますね。本当にいい仕事をしたい、いい医療を提供したいからこそ、いい働きやすい職場を作ろうねって言いながらですね、頑張っています。で、まあ、自治労の取り組みとしては、まず、今の職場実態をですね、きちんと情報発信していこうよということと、関係団体、いろんな団体ありますと情報交換だとかですね、共同しながら頑張っていこうよということで、一番日本看護協会というですね、看護会では最大の、団体とですね、まあ、連携強化も図りながら、昔はですね、一時前は看護協会さんも、看護師の社会的地位向上は教育と専門性の追求なんだって言って、で労働条件改善、働きやすい職場作りっていうのはちょっと優先順位が低かったんですけども、今いやいやそんなことない、やっぱり働きやすい職場を作ってこそ、専門性も追求していけるんだっていうふうにですね、取り組み方もですね変わってきて、やっぱり一緒に頑張れるっていう状況になってます。それと働き方の選択っていうこともですね含めて、連携共同情報交換をですねなんかを行いながら、国だとかいろんな団体にですね向かって、要望だとかですね対策をしています。そして何より私たち労働組合、労働組合もそれから病院の職員、医療従事者として、現場でですね、各病院で医療現場で、職場改善、要するに働きやすい職場作り、良質で安全な医療の提供ということをですねきちんと、取り組んで積み重ねていこうねっていうことをですねみんなで話し合いながら、やっている、それが自治労の取り組みですね。社会的アピールということで、まず情報発信していこうということで、本当に、看護のですね、看護の職場実態というのをきちんと知らせていこうということで、こうやって、これ実は豊岡病院、うちの病院にも来てもらったんですけども、毎日新聞が明日へのカルテということで特集をしてくれました。4回シリーズでずっとこれ特集していただいたんですけども、これはまた資料に入ってますので、後でお読み取りください。それ若干ちょっと資料がピッて切れ、印刷の関係で切れてしまってますので、すいません。ごめんなさい。申し訳ありません。で、これが毎日新聞で取り上げられた時に、すっごい反響でした。やっと取り上げてくれたかということで、すごい大反響が起きまして、毎日新聞さんもすごい手応えを感じて、やっぱこれでアピールしていこうということで、で、続くですね、これサンデー毎日にも特集組んでくれて、本当に、WHO が警告してると乳がんのリスクを高めていくんだっていうな、夜勤交代制勤務は、乳がんのリスクを高めていくんだっていうようなですねことをですね特集してくれました。でこれが2011年の1月16日なんですよね。でこれですごくやっぱ看護問題っていうのがですね社会的にもクローズアップされてきて、毎日新聞がですね第2弾を組もうとしたときに、実は2011年の 3.11 の震災があったということで、少し今トーンダウンしてますけども、やはりこういったですね社会的にもアピールをしていくっていうこともですね自治労としてやってきましたね。はい、また後で読んでみてくださいね。それと自治労としては2010年に、就労看護職員、要するに働いている看護職員さん200万人っていうこの体制をきちんと作っていこうよと、2025年に向かって、少子超高齢化社会が始まる2025年に向かって、就労看護職員は200万人、働く看護職がですね200万人、っていう体制を作っていこうということで運動方針を立てました。それには看護師の養成の充実、それから看護師の免許を持ってるけども辞めてる看護師の掘り起こし、そして何よりも、
そして何より辞めさせない、辞めなくて済む職場作りですね。しんどくって辛くって辞めていく、もうこれ以上働けません、働きたいのに働けませんって言って辞めていく看護師が多い、そういうような職場をですね少しでも良くしていこうという、この3本柱で、今自治労はですね取り組んでますね。で、看護師数ということで少しご紹介しますけども、看護師数っていうのが、今働いているのが2011年これ調べて、約150万人で、潜在看護師、要するに免許を持ってて資格を持ってて働いてない看護師さんが65万人で、毎年陽性数としては7万7525人陽性してるんですけども、今の、2025年にですね、働いて実際に働く患者さん、看護師さんを200万人にしようとしたらですね、年間3万5000人の増員が必要ということで、年間10万人これから、増やしていかなければならないということなんですけども、なかなかそうも、数としては難しいんです。難しいので、一つはこの離職率、辞めていくっていうですね、職場を去っていくっていう率を低くしていくっていうことと、それから復職支援ですね、復職支援、いかに、一旦もう辞めている看護師さんを職場に呼び返してくるのかっていう、ここも含めてこの3万5000人をですねいかにカバーしていくのかっていうところがですね、重要な課題になってます。これは自治労も頑張ってます、日本看護協会さんも頑張ってます、で各病院も頑張ろうっていうふうにですね、今自治労ではですね取り組んでいるところですね。で、これが歴史的なですね、握手でもあるんですけども、これが自治労の院長です。でこれが、看護協会の会長ですね。で、実は看護協会さんと昔は目指す方向が一緒だったんだけども、道が違うということで、なかなか一緒に手に連携しながら頑張ろうということができませんでした。ただ、2010年11年以降ですね、自治労と労働団体としての自治労と、それから職能団体としての日本看護協会、一緒に頑張ろうよということで、年に1回はですねこうやって会って、熱い握手を交わして一緒に看護業界のですね、労働条件改善、働きやすい職場を作っていこうねということをですね、今、毎年やってます。これ本当に歴史的な握手 の写真なんですけども、自治労 のあれで一緒に頑張ろうねっていうことで語り合ったっていう記事もつけてありますので、まあ後でお読みくださいね。で、実際には私たち病院の仲間が集まっていろいろな、学習会みたいなのをやります。これも600人ぐらい集まって、集まったですね集会に看護協会の会長さん来ていただいて、やっぱり看護協会も、真剣に働きやすい職場作り頑張るから、自治労さんとも一緒にやっていこうね、一緒に頑張ろうねっていうことをですね、まあ、お話し していただいた、こんなこともやってますし、それからこれちょっともう2009年の話なんですけど、私も少し、自治労の東京でお世話になっていた時に、これ前 の会長ですね、この会長さんが労働条件の改善だとか働きやすい職場作りということで、方針をですね立ててくれた会長さんなんですけども、会長さんとですね一緒に、ワークスフォーラムということで、日本看護世界の看護協会の労働条件担当者会議に、一緒に行って、お話をさせていただいたということで、こういう機会も含めて、連携協働をですね図れるところを図っていくというようなですね取り組みをやっているということで、割とこの時私は通ってたんですけども、頑張って今ダイエットしてですね20キロぐらい痩せて今日来させていただきましたけども、はい、もし興味のある方が終わったら後でやり方を教えますのでよろしくお願いいたしますね。でまずは、勤務条件改善から辞めさせない、辞めなくて済む職場づくり をやっていこうということで、労働時間の、適正化短縮、それから、夜勤労働の負担軽減とか改善、それから、労働基準法に基づいたやっぱり労働条件の整備だとかですね、それから、
っぱり仕事と家庭の両立ができる、だからライフステージがきっちり守れて仕事もできるっていうですね、仕事の仕方、それから、まあ、女性の方多いですので、女性労働のですね、根本的改革も含めて、それから先ほども言いました、あの日々、進化していく医療についていくの必死です。高度先進化していく医療についていくの必死なんだけども、でも、スキルとキャリアアップのためにすごい負担になっていることも片やあるので、その負担軽減が何とかできないかなんかも含めて、具体的に各職場で、各病院で取り組んでほしいということでですね、自治労で、全国の組織、あの病院の皆さんに、仲間、病院の仲間にですね、発信をし続けているという状況です。で、自治労としては運動の入り口は看護職員の、運動、あの入り口、看護職員の働き方ということをですね、に特化してこういうことをですね、まあ、ここに書かせていただいていることを、書いてます。あの運動、あ、すみません、入り口は看護職員の働き方ということで入ってますけども、出口はですね、少子高齢化社会を支える上で必要な、女性労働者の働き方をですね、変えていくんだと。本当に女性の方がですね、あの働きやすい職場を作っていくんだということで、入り口は看護、出口は女性労働者の働き方というふうにですね、運動を組み立てて、今取り組んでいるところですね。で、じゃあ、情報発信だけでええんかということで、アクションを起こそうということで署名をしました。これ2年前です。2012年に、署名しましたけども、なんとですね、たくさん集まって163万筆も集まりました。当時まあ、民主党政権、の終わりの方で、小宮山厚生労働大臣だったんですけども、160万のですね、署名を持って、看護労働をですね、きちんと、看護職場を用意、あの職場じょ、すみません、労働条件を用意してほしいっていう署名を持っていきました。その時、まあ、一言言われたのが、ちょっと集めすぎですわと。160万もですね、集めすぎですわって言われました。でもこれは本当に現場の思いなんですっていうことで、厚生労働大臣にですね、160万筆の、署名を、届けてきました。で、そういうことも含めて、まあ、うちだけが頑張ってるわけではなくて、日本看護協会さんも頑張ってるし、いろんな団体も頑張って、みんなで頑張った結果がですね、これが、平成23年の6月に、約3年前にですね、看護師等のですね、雇用の質の向上のための取り組みということで、厚生労働省の5局長って言ってね、医政局長、労働基準局長、職業安定局長、雇用均等、児童家庭局長、保健局長、この5局長5人がですね、名を連ねて、こういう看護師等のですね、雇用の質、要するに働き方のですね、質を上げてきなさい、働きやすくしなさいという通知を出しました。で、これもネットで引っ張って、今日多分1枚目だけ付けさせていただいてますけども、ネットで引っ張ったらこれ多分10枚ぐらいの、ペーパーになると思いますけども、またネットで引っ張ってでも読んでください。まあ、こういうことできちんと、まあ、行政も国も動かしていったということです。で、これがですね、どんどんと発展していきましてですね、今やですけども、今や、医療機関、要するに医療機関、病院として勤務環境改善やりなさいよということで、医療機関の勤務環境改善にかかるワンストップの相談支援サービス体制の構築というようなですね、これぐっちゃぐちゃでしょ、なんか見にくいでしょ、厚生労働省って結構こういうね、こういう見にくい絵を作るんですよね。見にくい絵を描いて予算削りますせとかっていうのを知らんとこの辺にちょっとだけ書いとったりするんで、これが厚生労働省の特徴なんですけども、実際に厚生労働省から今出てきているのが、もう医療職場大変だっていうのがよう分かってる、だからこそきちんと医政局の予算として予算をつけるから、各都道府県で勤務環境改善、医療職場の勤務環境改善を図りなさいということで、ことをですね、今、通達をしているところです。で、今、自治労としてはきちんと都道府県に医療、勤務環境改善センターを設置しろということをですね、各都道府県で一生懸命取り組みをして、ここぐらいですかね、10都道府県で、設置が済んで、まだまだ、47都道府県全部にですね、設置ができておりませんけども、でもきちんと都道府県レベルで、国は予算をつけるって言ってるんで、きちんと都道府県レベルで勤務環境改善センターを作って、各都道府県で医療
医療職場のですね、医療機関の勤務環境改善を図っていけというふうに今取り組みになっています。これは本当に僕は自治労の成果としてはですね、アピールし行動しそして要望をしてやって、看護の雇用の質を変えていこうという通知が出て、でチーム医療っていうのは大切ですよ、チーム医療の質を上げていきましょうねっていうところに話が行って、で、都道府県に対して医療機関のですね、勤務環境改善を図れというふうにですね、流れていった。僕は思ってますし、本当にこのいい流れになってますので、こういう流れをですね、どんどん作っていって、働きやすいですね、職場作り、職場環境をですね、作っていきたいと、考えておりますね。はい。はい、まとめさせていただきます。まずは、看護師不足はですね、今日皆さんぜひともですね、これだけ覚えてほしいなと思うんですけども、看護師不足はですね、医師不足と同等にですね、重要な国民的な課題なんだっていうことをですね、覚えておいてください。医師不足っていうのは非常にもう耳慣れた言葉だと思っておりますし、医師不足、地域医療の崩壊ということで耳にされた、そういう言葉を、耳にされた方がですね、は多いと思いますけども、実は医師不足の裏に隠れて看護師不足は非常に今深刻です。でただ、看護師不足がなかなか、語られることはですね、語られる場っていうのは少ないですね。だからこそぜひ、今日この機会でにですね、看護師不足もですね、実は医師不足と同等のですね、国民的課題なんだっていうことをですね、覚えておいてほしいなと思っています。実際に看護師が集まらないから病院が閉鎖されたっていうこともですね、よくあります。北海道の羅臼の町立病院がそうでしたね。なんとかお医者さんを一緒頑張って集めたんだけども、看護師さんがいなくなっちゃったって言って、病院が閉鎖になっちゃって診療所になっちゃったと、入院機能がなくなってしまったっていうようなことですね、があります。でやはり医療っていうのは診療所診療機能もあれば入院機能も必要です。ただ入院をきちんと入院ができる環境っていうのを担保していこうと思えば看護師が必要です。だからこそ、医師看護師がですね、同等に不足している。だからもっと言えば国民的、なんで国民的課題なのかって言ったら、これが不足していくと本当に各地域のですね、医療が崩れていきますよって、安心して本当に医療を受けられない、安心して入院できないっていう状況がですね、本当に生まれてきます。実際に地方に行けば今起きてきてますので、非常に看護師不足っていうのはですね、重要な、そして大変な問題なんだっていうことをですね、覚えておいてほしいと思います。それから、先ほども言いました、働きたくても働けない、働きたいんですよ皆さん、本当に看護師になりたくてなってます。もうずっと患者さんのそばにおりたい、患者さんのお世話をしたい、患者さんの、そばに寄り添って、看護を提供したいと思って、ずっとすごい高い使命感を持って看護師になってます。そんな看護師がですね、働きたいのに働けない、夜勤が怖い、しんどいって言って辞めていきます。だから働きたいのに働けないっていうようなですね、状況っていうのをですね、そうやって職を辞めていく、離職していくっていうことをですね、今後も自治労としても頑張っていきたいと思っておりますね。それとやっぱり一番冒頭で見ていただきましたヘリコプターのね、救急の写真もそうです。あそこ看護師もいっぱい写ってましたけども、本当に自分がこんなことをやりたい、ヘリに乗って救命救急やりたい、ね、整形外科病棟に行って本当に怪我外傷のですね、患者さんとやりたい、看護に接したい、看護をしたい、高齢者の方の看護をしたい、精神の看護をしたい、小児の看護をしたいっていう、と思って夢と希望を持って来ている、その夢と希望を持って職に就いた、その思いをですね、ずっと持ち続けて、仕事していて、してほしいな、そういう職場を作っていきたいなって、私もずっと思いながら労働組合のですね、運動をやってますけども、
本当に看護師になった思い、こんな看護やりたいな、こんな看護師になりたいなっていうですね、思いを遂げさせる、遂げれる職場作りっていうのをですね、やっていきたいなと思っています。それから、未来の看護師、子どもたちですね、子どもたちがですね、本当になりたい職業の上位に、ずっと上位です、上位の看護師、魅力あるんだろうな、すごくかっこよく見えるんだろうなって僕は思ってます。かっこよく見えるんだろうなと思ってたら、もうずっとかっこよく見せ続けたいです。本当に子どもたちが夢を持って看護師になりたい、でその夢をですね、大切にしていきたい、子どもたちの夢であり続けるですね、看護職場っていうのをですね、私、頑張って作っていきたいなって思っています。そういうお話を、今日させていただいています。そして何よりもですね、もう何回も同じ言葉ばかり言ってますけども、本当に質が高くって、良質で安全な医療提供、そして優しい医療っていうことをですね、優しい看護っていうことをですね、皆さんに、患者さんに提供していきたいっていうことをですね、一番の目的にしながらですね、自治労の病院部隊、が頑張っているということの今日のお話です。本当に最後になりますけども、医師看護師募集ということで、ご近所、ご家族、お友達等で看護師になりたいと思ってなっている人がおられましたら、ぜひ豊川病院にもということですし、これはうちの、病院からぜひこれだけは出してこいって言われたんで出させていただいておりますけども、本当にね、何回も言いますけど、かけがえのない命、本当に命に寄り添って、仕事したいっていう思いでみんな頑張ってますので、本当にその頑張っていきたいっていう思いにがずっと寄り添、命に寄り添って仕事できる、頑張ってやりたいっていう思いはずっと持ち続けられる職場作りをしていきたいと考えておりますし、そういうふうな職場になるように自治労としてもですね、今後も頑張っていきたいなと思ってます。で、こんなですね、うちの、うちの我が家の状況なんかもですね、お話しながら、してまして、毎日ね、毎回夜勤のたびにですね、怒りまくって腹を立ててプリプリ怒っているですね、うちの妻をですね、見ながら育ったですね、うちの娘が実は何を思ったのか、看護学校に行くということでですね、昨年看護学校に入学して今2年生で頑張ってくれてますので、本当にどこを見てくれてたんだろうなっていう思いがありますけども、本当にしんどくって、疲れたしんどいっていう親を見ながらでもなんかどっか見てくれてたかなって思いながら、ちょっと嬉しくなって、娘が今看護学校に頑張ってくれてますし、それから私もこんなこと、職場改善だとか職場を良くしていこうだとかですね、辞めさせないと、から魅力ある職場作りをやっていこうっていうことで、ね、ずっと労働組合の役員としてずっと頑張ってきました。でそういうことをですね、経営側、うちの、ね、病院の経営側とずっとやり取りをしながら、一緒にやっぱり職場作り、すごく働きやすい職場作りを作っていこうねっていうことをですね、長年やってきたんですけども、なんとなんかやりすぎたのかどうなのか、この4月から私がちょっと現場、看護師のですね、現場を離れて事務方に入って、で看護師確保とですね、勤務環境改善の係になりました。でお前が、僕がね、松井がずっと、労働組合で言ってきたこと、それは間違ってない、だから、それは労働組合から言う、今までは労働組合から言ってきたんだろうけども、お前今度仕事としてやってみろと、でもうはっきりと言われて、今、この4月から、看護師のママなんですけども、看護現場から離れて事務方に入ってですね、看護師さんの、勤務環境改善だとか職場のヒアリングだとかですね、それから、看護師さんを辞めさせない、それから看護師さんを確保してくるっていうふうなですね、専属の仕事にですね、今この4月から取り付かせていただいているという状況です。ちょっと自分のこともお知らせをして、今までやってきたことを本当に本業でもやれということで今やっている状況です。そんなこともやりながら、本当に安全で素敵な看護職場をこれからも作っていきたいと考えておりますので、本当にありがとうございます。でこれが、今年のですね、私の豊川病院の新入職員です。でもう本当にみんな笑顔で、夢と希望を持って、就職してきました。でこの笑顔をですね、ずっと絶やすことなくですね、仕事ができ、
できる職場を作っていきたいなと考えております。本当にこれで、終わらせていただきますけれども、本当に今日はこういう場で、看護現場のですねお話、それから病院の話も含めてお話をさせていただいたことを本当に感謝しております。どうもありがとうございました。以上です。